そして福永さんへと回っておきますが、さあじゃあここでね、ちょっとミイラの方のスタメン紹介ちょっと続けてね、今のうちにやってみましょうね。あ、ゴール、これはゲットボール、連続ヤクルトのゲットボール、オフサイドじゃないよと手を振っておりますが、さあ、あ、ミイラのこれマラドーナ監督でやるし、これはインタビューが入るなんて聞いてるんですが、あ、じゃあ後ほどね、伺うとして、じゃあ先生、ちょっと、はいはい、続きの話を。あら、取り付けられずに今度は、はい、過去の V ゴールはもう忘れてもらいたいです。彼、非常に V ゴールのことですね、最近引っ張るので、はい、はい、なんと取り仕切ってる男はこの方でございます。皆さん、こんにちは、向井理です。ユニフォームで点取ってほしいですよね。そうですね。さあ先生、あーボール。さあそしてずっこけたのはノブさんですね。あ、ノブさんですね。まあノブさんパスが強すぎるよ今のは。審判として選出されておりまして、今日はこのスペシャルマッチ。ちょっと待ってください。なんと池田のレースゴール。さあ伝説の。なんか今ね、今やっぱり3バッターの現役チームもすいません、タブさん、現役も3バッター、あ、決まったと言ってられるよ。お、キャインが出てるということは、ノブ、急げ、ノブ、水田が取ってかめて、そして押し抜けてのキャイン、キャインと、いや、あなた点取ってないから今ね。あ、チャンスを迎えてるわ。さあ、池田、ワン、お、お証拠出ましたね。いや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 、さあ千島から、ああ、もう池田、あ、さあさあ、もう奪われた、もうファール、ノーファール、ファールアピールしてるが全然ノーファール、全然ノーファール全くない、全くない。出場の方は、いや、もうないですね。はい、もうこれは、ちょっと待ちなさい、セルヒオです。シュートもやっぱり息子さんと似てますね。もうまさにこの写真がベンチの中にいる写真なので、はい、ありがとうございます。